ベルデーリオは、イタリア共和国ロンバルディア州、レッコ県にある、人口約5700人の基礎自治体。2014年に、ベルデーリオスペリオーレと、ベルデーリオインフェリオーレが合併して発足した。標準イタリア語以外では、以下の名を持つ。レッコ県南部に位置するコムーネ。県と、レッコから、南へ 21km、州とミラノから北東へ 30km の距離にある。 町役場はベルデーリオスペリオーレに置かれている。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。エルシーはレッコ圏、メガバイトはモンツァエブリアンツァ圏所属。バーディリオという地名はおそらくは庭園を意味するラテン語ビリダリウムに由来する。ローマ文明の足跡は考古学的な遺跡やケントゥリアティオと共にこの地域の地名にも残されている。例えば、 ビクス・メルコッティ、ハイバーナ・レジスなどである。紀元前222年、失政官、マルクス・クラウディウス・マルケルスに率いられたローマ軍は、この地で、インスブリ人を破った。この地には、その後ランゴバルド人、ついでフランク人が暮らしたことが、考古学的な調査から判明している。現在は、視聴者となっている、ビラ・ギャラブラシーからは、10世紀に遡る城の遺構が、発掘されている。 12世紀から14世紀にかけて、この町には、テンプル騎士団が所在し、コマンドリーとカステル・ニグリーノの城という二つの重要な拠点に加え、ブルーガローラには農園が置かれた。騎士団の名簿には、ダルモッツィオ・ダバーディリオという人物が載せられている。1312年に、フランスのフィリップ4世によって、テンプル騎士団が解体されると、その資産は、 マルタ騎士団に引き渡されている。フランス革命戦争中の1799年4月28日、当地でベルデイリオの戦いが行われた。オーストリア帝国、ロシア帝国連合軍とフランス軍が衝突したこの戦闘において、フランス兵はビラ・コンファロニエーリに立てこもり降伏を余儀なくされたが、戦死者3000人のほとんどはオーストリア兵であった。 勝者ははじめ解放者として迎えられたが、略奪、放火や破壊その他の行為によって人々を失望させた。街にはこの悲惨な出来事を記念する二つの名番がある。ベルデリオのコムーネがベルデリオスペリオーレとベルデリオインフェリオーレに分けられた歴史ははっきりしない。12世紀に遡るとする説やテンプル騎士団壊滅に関連づける説がある。確かなことは、 1412年の資料に上と下のベルデーリオと記されていることである。なお、1874年には両コムーネが一時的に統合された。一方、カトリック教会の教区はベルデーリオ教区として単一のものであった。この教区は、トレント公会議後、ミラノ大司教、カルロ・ボルロメーボが1571年と1583年に、 私牧訪問したことによって設立された。しかしながら、1778年に、ベルゲリオ・インフェリオーレ教区が設定されて、教区協会が建設され、単一教区の時代は終わった。両コムーネは、小学校や図書館、体育館などの施設を共有してきた。このため、両コムーネの統合に関する住民投票が数度、行われた。 1994年と2004年に行われた投票では合併は否決された。2013年12月1日に行われた住民投票において両コムーネで合併が可とされた。2014年2月4日、衆議会により新自治体ベルデイリオが設立された。コムーネの最初の選挙は2014年5月25日に行われた。ありがとうございます。